いいアイデアでしたけどね、はい、引きつけて引きつけて相手をかわしてから長友という考えがあったと思うんですけどね、はい、吉田から高いポジションを取っている左サイドバックの長友、乾の足元入ってった、長友が中に入っていきます。そして空いたスペースを乾が使います、うん、